2.22プロペランは、プロペランの仲間の有機化合物である。正式名称は、トリシクロ2.22.014億単である。化学式 C8H12 または C23 の炭化水素で、それぞれ4つの炭素原子から構成され、1つの C C 結合を共有する三つの管を持つ。この化合物は1、1、1プロペランほどではないが不安定である。共有炭素の結合角はかなり歪んでおり、そのうち三つは90度に近く、他の三つは120度である。歪みエネルギーは93キロカロリー、モルと推定される。2.2、2プロペランは1973年に 先にキュバンを合成していたフィリップ・イートンのグループによって、下記の方法で初めて合成された。この合成は、エチレンのシクロヘキ酸誘導体1への光化学2プラス2感化負荷反応により、二貫式化合物2を生成するところから始まり、続いてカリウムタートブトキシドによる作産の脱離反応によってシクロブテン酸が生成する。その後、 二度目のエチレンの間化負荷反応により化合物4となる。この化合物は、酢酸とナトリウムメトキシドを用いた脱プロトン化と P トルエンスルホニルアジドとの反応によってジアゾケトン5となり、さらにウルフ転移によってケトン6となる。オゾン酸化によってケトン7が生成し、さらに二度目のジアゾ化によってケトン8が生じる。これは二度目のウルフ転移によって ケトン9となる。ジメチルアミンとの反応によって、ジメチルアミド置換器のついた2.22プロペランの骨格銃が得られる。最終生生物銃は、室温での半減期28分で、溶液中で自発的に異性化し、単管アミド11となる。高度に不死化された2.22プロペランが、デビッド・レマルのグループにより合成された。ありがとうございます。